ああ、ダメだ。全然怒りが収まらん。いや、ほんと怒りが収まらないんだけど、僕のこの怒りにさらに拍車をかける出来事があって、何かっつうと、これですよ。神様、僕は気づいてしまった、あの CQCQ がですね、なんか知んないけどね、勝手に届いたんですね。これね、ちょっとほんと怒ってんだけど、僕の家はですね、埼玉県の大宮っていうところなんですよ。そこのね、東口に先日ね、火事になっちゃったステーキ屋があるんですよ。そこのステーキ屋のね、近くのマンションに僕住んでるんです。それがね、もういろいろバレてて、で、勝手にね、送られてきたんですよ。で、送られてきたのはこの CQCQ と牛糞だったんです。宅急便の人に CQCQ と牛糞来てますけど、どっちがいいですかって言われて、どっちがいいも何も、俺は頼んでねえよって思ったんですけど、まあでも牛糞あってもしょうがねえかと思って、CQCQ を選んだんです。そういうことで、もう聞きたくなかったので、聞くことなかったんですね。代引きで手に入れてしまったこの CQCQ をですね、今回ビシッと聞き込んだので、なんか知んないけど、どんなもんだったかっていうのも言っていきたいんだけど、やっぱそんな聞いてもやっぱ怒りが収まらないです。初めてです、こんなに聞いて怒りが収まらないのは。まあ、まずね、これはですね、3曲も入ってるんです。シングルで3曲も入ってるわけですよ。なんて盛りだくさんなのと思って、こんな3曲も聞くの大変だよ。しかもね、僕が買ったのはね、ただ、あ、違う、買ったんじゃねえ、なんか知んないけど送られてきた方はね、こう DVD 付きっていう初回版のやつなんですよ。で、初回版のやつにはですね、 CQCQ のミュージックビデオが付いてるんです。で、 CQCQ のミュージックビデオってのはもう YouTube にしこたま流れてるじゃないですか。別に好き好んで見る必要はないんです。だけど、このミュージックビデオの一番最後にですね、女優のね、ハルさんが出てくるんです。あなたのことはそれほどのですね、主役の女の子、まあもう通称ですね、頭の中お花畑の子ですよ。それはこのミュージックビデオにビシッと出演されてるんですよ。そういうのもあって、 YouTube 上に公開されるのは違うミュージックビデオが楽しめるっつうところが、また何なのと。だったら最初から YouTube に公開すればいいじゃん。まあ多分それだと誰も CD 買わなくなってしまうから、そういう意味では買った方がいいんじゃねえかって思わせる作戦、まあそれに対しては俺も賛成なんだけれども、肝心のね、曲調 CQCQ に至ってはもう YouTube でもフルで聞けますし、皆さん十分ご存知だと思いますけれども、このね、神様僕は気づいてしまった、神様僕は気づいてしまったっていうのが、略すと神僕っていうらしいんですよ。神僕っつうのはね、わたぼくを連想させるの。わたぼくっつうのはね、埼玉県人にとってはね、神聖なものなんですね。まあ多分そうだけど、そういう神聖なものがあるんだけど、その神聖なものを彷彿とさせてしまう、この神様僕が気づいてしまった、これ一体何が気づいてしまったのか今まで分かんないんだけれども、ボーカルギターはどこの誰か、ギターの方はですね、東野平斗さん、ベースのですね、泉隆史、ドラムの蓮っていう、まあ全く謎なんだけれども、で、このボーカルのね、どこの誰かに至ってはですね、もうこの間ね、テロップで思いっきり間違えましたけど、いわゆるですね、歌い手のまで4文字で2文字繰り返す人ですよ。まあそれで間違いないと思います。あ、全然関係ないけど、までね、あの文字隠すとね、ちょっと変な感じになるから、そういう意味ではセーフだった。そういう意味ではセーフだったよ。とにかくだ、まだメンバー紹介すら終わってないんだけど、これね、作ってるのが東野平斗さんですよ。東野平斗さんの曲調も実はこれに似てるんじゃねえかっていう人がいるんだけど、まあその人にすごい似てるっていうか、バキッとした感じ、このバキッとした感じってで、大事だよね。俺、このバキッとした感じっていうのが、まあ、ロックバンドだと、まあ、もろそうで、演奏してるそれぞれがこう、バキッとしないとかっこよくないじゃないですか。一言で言うと、この3曲全部にバキッと感が非常に溢れてるんですよ。バキッとさせるだけだったら、意外とできる、練習すれば。だけど、気に入らないのがね、このバキッとさせつつも、曲にね、メリハリがあるんですよね。A メロは A メロと、B メロは B メロ、で、ワクワクさせてサビに行くっていう、王道をね、しっかり踏んでくれるんです。このね、王道を踏むっていうのが意外とね、むずいっすよ。ちゃんとサビがあって、ちゃんとメロがあって、それでちゃんとここ盛り上がるんだよっていうのがなかなかね、できないんですね。そういう意味ではね、ちゃんとしてる、それっぽくできてるっていうのが僕の怒りを買うんですね。まあ、CQCQ に至ったらみんな聞いてるかわかると思うんですけど、この2曲目がですね、なんかよく読めない言葉、それっぽい言葉を入れたオストリッチなんとかっていうやつと、3曲目の週刊アンソロポロジーっていうのがあるんです。で、2曲目に至ってはライブのね、3曲目ぐらいに演奏しそうな感じの雰囲気すごい出てるんですよ。ちゃんと王道なんですよね。まあでもね、このキーがすごい高い声にも混ざってるし、すごい地味な曲なんだけど、地味は地味だけど、ライブとかではすごい重要視されるんじゃないかなっていう曲で、最初のこの3曲の中でこれも入れるんだっていう、なんかアルバムとかに入れてもいいんじゃないか、ちょっともったいなかったんじゃないかなっていう気もするんだけど、で、これ個人的に僕すごい好きなのが週刊アンソロポロジーってやつなんですよ。
あれ、俺今好きって言ったか？まあ、とにかくね、この週刊アンソロポロジーっていうのが、まあ、自分がですね、漫画家になろうとしてて漫画家になったんだけれども、まあ、なかなかこう思いにヒットが飛ばせないと。で、ヒットが飛ばせないから、まあ、いろんなこう、手法をやるんだけども、結局打ち切りになってしまって、打ち切りになってしまった自分がやりたいストーリーとは全然違う結末を書いていって、なんか死んでるけど終わりに向かっちゃってるんだっていう、そういう気持ちを描いてるんですよね。で、これね、漫画家にしてるから、あ、なるほどなと、なんとなく情景浮かぶかもしれないけど、他のものに置き換えれば、もう全部にそれ例えられるんですよ。例えばサッカー選手であったって、作家であったってなんだって、こういう気持ちって多分みんな持ってて、自分が本当はこれやりたいんだけど、これって世の中に受けるかどうかわかんないから、じゃあそれに沿っていく。でも沿っていくけどすごいフラストレーションが溜まって、書きたいものを書いてないからどんどん人気が落ちていったりとかして、いずれいなくなってしまうっていう、このね、週刊アンソロポロジー、僕個人的にはすげえいいな、ちゃあちゃあ、まあ、そこそこなんじゃないかなっていう感じですね。 CQCQ にまた戻るけれども、この CQCQ はですね、 Call to Quarters っていう略なんですよ。どこに自分がいるのかわかんない状態になっちゃった時に、誰かいませんかっていうのが CQCQ、 まあ、でもコールトゥークォーターズなんですね。っていうのは、まあ、誰かに助けを求めてるとか、まあ、そういったもう誰でもいいから、とにかく自分の声を届かせたいっていう時の救助信号で使う言葉。自分の欲望の思うがまま、もう結婚しててさ、配偶者がいる身でありながら、いろんなことをやっていくから、結果まあよくわかんない道にこうなっちゃうじゃないですか。だからこれも一言で言えば遭難してる状態。自分がやりたいことをやって、行きたい方向に勝手に行ったがゆえに遭難してしまって、誰かいませんかって言ってるっていうドラマを表してる曲じゃないかと思います。コールトゥークォーターズって、海のいわゆるさ、その遭難信号とか救助信号じゃないですか。これってさ、人生にもさ、もう言えて、人生で例えばさ、高校大学出て就職すればさ、綺麗なレールがあって、なんか自分は結婚したりなんとかして、うわーって道がさ、もうそれこそ簡単に広がってるんじゃないかって思うかもしれないですけど、全然そんなことなくて、こう一寸先は闇じゃねえけど、まあ、どういう風になるか、これから先に誰に何が起きるかって、本当誰にもわかんないじゃない。闇雲に泳いで、うわーってな、誰かいませんかっていう様って、うまいなと、情景を作るのってなんかすごく優れてんなっていう風に思っちゃって、こういう風なことをさらっとやってしまうと、これから出てくるバンドの人たち、もしくはロックミュージシャンとかアーティストとか、そういったものを目指す人たちにとって非常にやりづらいわけよ。やりづらいっていうか、こんな才能を目の当たりにしちゃうとちょっとやばいよね。あ、まあ、ドラクエで言うと、冒険をしようって決めたのに、目の前にね、ラスボスが出る感じなんです。ラスボスがいきなり出てきちゃったらさ、戦意喪失するじゃないですか。どうしようっつったら、もうレベル上げていくしかないんです。あ、でもレベル上げていくと最終的に倒せるか。あれ、ちょっと待って、俺何が言いたかったんだけど。まあ、とにかくだ、神様、僕は気づいてしまったの、 CQCQ。3曲でこれですよ。たった3曲でここまでの自分たちの存在感であるか、唯一無二の感じとか、独創性であるとか、そういったものがね、表現されてしまうと、次発売される7月のミニアルバム、まあ、多分レコード会社的にも一体どれくらいの反響があるのかっていうのを、おそらく探ってるんじゃないかなっていうところもあるんですけどね。それがね、一体どれくらいの反響になるのか、ちょっと楽しみですよね。もしかしたらですよ、 CQCQ で終わってしまうかもしれないし、まあ、この次ですよね。次の一手で一体どれくらいまでバキッといくのか。顔を出してなかったりとかする分ね、なかなかこう愛着っていうものがさ、こう生みにくいじゃないですか。まあ、それは僕の課題でもあるんだけど、そんな状態でさ、まあこうやっていくっていう、この神様、僕が気づいてしまった、今後は一体どこまでですね、一発屋で終わらずに進んでいくのか、非常に楽しみでございます。というわけでね、今回も怒りに満ち満ちた私のレビュー、いかがだったでしょうか。ぜひ下のコメント欄に感想を書いて教えてくださいね。